今回は TFIDF のお話をします。TFIDF はタームフリクエンシーとインバースドキュメントフリクエンシーの略で多くの検索アルゴリズムの基礎となっています。次のレクチャーでは TFIDF を使って Wikipedia の検索エンジンを作りますが、そのために今回のレクチャーでは TFIDF の 解説を行います。TF、すなわちタームフリクエンシーは単語の出現頻度で、IDF、すなわちインバースドキュメントフリクエンシーは逆文書頻度と呼ばれるものです。これらは検索のためにとても大事なデータです。文書と関係の深い単語を明らかにすることができます。タームフリクエンシーはある文章における 単語の出現頻度です。頻繁に出現する単語はおそらく文章の意味にとって重要かと考えられます。また、ドキュメントフリクエンシーは存在するすべての文章における単語の出現頻度です。例を挙げると、すべての Wikipedia のページ、すべてのウェブサイトなどが相当します。これは、例えば、あ、ざ、あんどのような トピックに関係ないい共通のの単語の出現頻度まままで得てしまいます。これを用いて、文章と単語の関係を次のように計算することができます。すなわち、タームフリケンシーをドキュメントフリケンシーで割ることで計算します。もしくは、タームフリケンシーとインバースドキュメントフリケンシーをかけても計算できます。 インバースドキュメントフリケンシーは逆文書頻度です。これによりその単語がその文章にとってどれだけ重要でどれだけ特徴を表しているのか求めることができます。それでは TFIDF の実践のポイントです。単語の出現頻度は指数的に分布しているので実際には IDF、すなわち逆文書頻度のログを用います。 これは DF よりも良い全体の単語の人気度の重み付けとなります。また TFIDF は文章をバングオブワーズとみなします。この文章のバングオブワーズへの変換が仕事のほとんどを占めることもあります。バングオブワーズにおいては効率化のために単語は数値で表現されます。その際に同義語や 犠牲、省略語、大文字、ミススペルなどをどう取り扱うかという難しい問題に直面することになります。これらをスケールさせて行うことは難しいのですが、ここでスパークが活躍します。それでは TFIDF の利用例としてシンプルな検索アルゴリズムの例を解説します。まず、集めた全ての単語で tfidf を計算します。そして、ある検索後において tfidf のスコアで全ての文章を並べ替えます。最後に結果を表示します。このように tfidf は概念自体はシンプルです。Google などで用いられている検索のアルゴリズムはもっと複雑なのですが、基礎の部分は 今回解説した通りです。それでは Wikipedia に TFIDF を使ってみましょう。次のレクチャーでは実際にコードを動かしてみます。